材料はこちら、全部100円で買えちゃいます。まずはこのアクスタケースを解体していきます。ここで早速リングが登場。ペンチ一緒に使うよ。カラビナを外して丸カンをクイッと外す。力いらずで楽ちんなんよ。ちなみに丸カンを外さんでも作れるから省略しても大丈夫よ。私は動画を撮るために念には念をで外してます。はい、クリア状態になりました。この内側に好きな絵柄を転写していきたいと思います。その前にクリアファイルをカットしていくよ。何の変哲もないクリアファイル、これが転写の鍵なんよ。クリアファイルの下部分をカットしてファイルをパカーンと開けていきます。カッター使うときは手元に気をつけてね。オープン。このクリアファイルにクリアケースを挟んで転写をしていくという流れ。この後こんな感じで挟みます。お好みにコラージュした絵柄をコンビニでコピーして切り取っていくよ。こちらは公式ラブリーちゃんなんやけど、鉄バージョンはこの FC くじの裏側を使ってます。で、こんな感じでカットしてクリアケースにポジショニングしてくよ。内側に転写するからこのような向きで固定していきます。マスキングテープで6箇所固定していく。テープならどんなものでもいいかなと思っててんけど、養生テープで固定したらこんな感じでベタつきが残ってしまったので、マスキングテープを使ってます。人は失敗して学んでいく。やから失敗とは言わず成功までの過程っていうのね。良い勉強になりました。テロン、粘着部分がまたついてまうかもって飛び得た末のテロン。切り取ったラブリーちゃんたち集合。イラスト面は北に向けます。どこに固定するかを迷い中。クリアファイルやからこんな感じで確認できるよ。ここでダイソーのネイルリムーバーを使います。メンナコラボさんがピュアが一番綺麗に転写できるって押していたのでこちらを使います。このくらいの転写なら1、2滴くらいで大丈夫やったよ。クリアファイルを閉じてリムーバーを全体に行き渡らせる。ここでヘラを使います。ヘラじゃなくても OK、 定規でもできるよ。こんな感じでゴシゴシこすります。しっかりこすらんと転写できやんから、オレオレオやオレって感じでいろんな方面からこするよ。しっかりこすったらめくっていきます。転写できてるか確認しながらゆっくりとめくっていく。ここでまだ転写しきってなかったら紙をめくりきらずに戻してクリアファイルの上から再びこすったら OK。 良い感じじゃない。リムーバーを拭き取って水でさらっと洗います。転写した部分は少しパタペタするのでできるだけ触らんように気をつけてね。私はめくった直後のペタペタを触ってしまってボツになってしまったことがあります。これもまた人生。ではマスキングテープを剥がして最後のコーティングに入っていきます。転写は成功。元の形に戻すとこんな感じ。転写面が透明なんも可愛いんやけど、今回は異面をマスキングテープで覆って不透明にしていきます。実はこの作業が結構大変で不器用な私は苦戦しております。なので不透明じゃなくて透明なままでいい人はスキップして OK。 こんな感じでマスキングテープを貼ったら不要な部分をカットしていきます。細かい作業になるからデザインカッターでやっていくよ。今回はこっちの大きさのデザインカッター使います。こんな感じでケースを傷つけ合うようにゆっくり慎重にカットしていきます。こんな感じでティローンと切り取っていく。はい、切り取り終わりました。
こんな感じではっきりと映るようになったよ。元の形に戻すとこんな感じ。透明と不透明を比べるとこんな感じで仕上がります。このままやと転写部分が剥げてしまうから、飛散防止フィルムで保護していきます。まずは大きめにカットして、転写部分より少しオーバーにしてカットしていきます。マステは外れやんからほぼしやんでもいいかなと思いつつ、念のための保護やから省略しても OK。 型取りが難しい人は四角に切って貼るとかでもいいと思う。透明の目立たへんフィルムやから四角にカットするとこんな感じになるよ。薄く型をつけてカットする作戦、これ気をつけてほしいんやけど、裏表が逆やと後々泣きを見ます。実際経験したんや、ちょっと見ててね。いい感じやと思うやん。マスキングテープを用意して、まずは片面にペタッと貼る、で反対側にも貼る、そしてペロッとめくる。貼る面と型取りが逆だと気づき、焦りながらもカットしたら解決した。ほこりつくから時間との勝負なんよ。それから空気が入らんように貼る。ヘラを使って空気を抜くのもいいかも。上も同じくフィルム貼っていきます。じゃん、こんな感じに仕上がったよ。裏はこんな感じ。しっかり保護できたから剥がれることもない。ちなみに透明の方も保護フィルムを貼ってこんな感じに仕上がってます。透明と不透明の違いはこんな感じだよ。取り外した丸カンとカラビナをつければ完成なんやけど、カラビナ部分を強化するためにハトメをつけていきます。これはさすがに100均には売ってなかったからネットで購入。不器用の味方リングで丸カンとカラビナをつけたら完成。トワイス9人分作って、ラブリーと自作レジンを入れてみたよ。簡単にできる可愛い推し活グッズ、みんなもぜひ作ってみてね。ちなみにこちらは応用編でズヒヨちゃんケース作ってみました。自分だけのオリジナルの推し活グッズを作れるから転写は楽しいね。応用してまた別のグッズ作ってみます。